定弁護限定世論調査。東京五輪、来夏開催が 35%、中止が 31%、がネットで話題。内容はこちら。朝日新聞が、東京五輪開催是非について世論調査を行ったようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。朝日新聞社が27、28日に実施した、東京都知事選の情勢調査と同時に実施した世論調査で、来夏に延期された東京五輪パラリンピックの開催についても聞いた。どのようにするのが良いか、3択で聞くと、来夏に開催は 35%、再延期は 28%、中止は 31% と、意見が割れた。調査方法は、27、28の両日、コンピューターで無作為に作成した固定電話番号に調査員が電話をかける RDD 方式で、都内の有権者を対象に調査した。有権者がいると判明した2294世帯のうち、1326人の有効回答を得た。回答率は 58%。すいません。今時固定電話限定調査って、どう考えても時代錯誤ではないのでしょうか。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。来年、世界でコロナが収まってるとは思えんのだがね。世界各国の感染状況分かってんのかな？今の世界のコロナ感染状況を見る限り、開催できるとは到底思えませんよね。次はこちら。まだやるつもりだったのかよ。35% の人はなぜ来年開催できると思うのか。多分願望でしょう。気持ちはわかります。次はこちら。日本より外国のコロナがひどいから中止になりそうだよね。世界はもう中止と思ってるはずだ。万が一日本でコロナが収束したとしても、世界が収束していなければ開催は断念せざるを得ません。そうなった時は諦めるしかないのです。最後はこちら。この世論を調査してどうなる？確かにこの世論調査自体、あまり意味がありませんよね。しかも固定電話調査。ねえ。結論。東京五輪は日本人誰もが楽しみに待ち焦がれていた大きなイベントです。しかし、新型コロナ蔓延により東京五輪は延期。そして来年も開催は難しいでしょう。開催を望む声、小さな希望を信じる思いがあるのはわかりますが、東京五輪よりも日本国民の健康、命が優先です。もしも来年、東京五輪が中止になってしまった時は、その現実を受け入れるほかないのです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。